久しぶり。また会えたね。最近どう？だと思った。君たちオーク家を巻き込んで大仕事をやり遂げたんでしょ。その場にいられなかったのが残念。私がいればきっと君たちの力になれたのに。この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら私もエコシップで盛大なパーティーを開こうと思ってるんだ。その時は君たちも招待するからね。変身？何言ってるの？ああ、わかった。アベンチュリンの奇跡のことか。残念だけど、私の能力は彼ほどビジュアル系じゃないんだ。銃の赤心の奇跡の能力はそれぞれ違うんだけど、中には思考を読み取ったり、相手の欲望を操ったりする人もいるから、気をつけた方がいいよ。そう考えるとベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。あと少しでも遅かったら私たち友達になれてなかったかもしれないからね。こんにちは、元気なお兄さん。ようこそポーンショップ翡翠へ。あなたのお名前は？とても素敵なお名前ね。それじゃあ、あなたの願いを聞かせてくれる？それを叶えるために何を差し出せるのかもね。それがあなたの願いなの。とても簡単で叶えやすそうな願いね。じゃあ次は代価についての話をしましょうか。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それはある動物の尻尾。それは二足歩行をする生物で、毛は黒く、丸い頭に長い耳が生えているわ。雑食で少し情緒不安定。何より重要なのは、人間の言葉を理解していて、コミュニケーションが取れるというところね。その動物の尻尾を担保として持ってくれば、あなたの願いを叶えてあげる。縁があったらまた会いましょう、七し人さん。またお会いしましたね、我が友。
あなたは準備の道において僕以上の輝きを放っている。心から敬意を表します。あれほどの偉業を成し遂げてもなお謙虚かつ穏やかでいられるとは、ああなんと素晴らしい騎士道なのでしょう。悪鳥を打ち砕いた偉業については聞きました。胸が痛くなるような話でしたが、あなたは間違いなく準備と正義を守り抜いた。ああイドリラ様があなたに微笑まんこと。準備の信奉者が力を求める道に迷い込むと、人間でも獣でもない悪鳥に落ちてしまうのです。あのサンデーという方は準備の道とは無関係ですが、その行いは悪鳥そのものでした。善への道で迷ってしまった悲しき魂、残念でなりません。お恥ずかしい話なのですが、あのエナの夢があまりにもリアルで、移住と化した友人に別れを告げるのが忍びなくなってしまったのです。彼の声や姿、そして笑顔があまりにも生き生きとしていたものですから、僕は今回準備の試練を乗り越えることができず、動揺してしまった自分を顧みることに多くの時間を費やしました。願わくばこれからもイドリラ様が僕の旗印となり、準備の覚悟を磨いてくださいますように。ありがとうございます。あなたにも準備の加護があらんことを。ここに座ろう。やるべきことは全部終わったけど、まだ時間はあるし、もう少し見て回ってみるか。まあいいか、もう十分見て回ったし、少し座って休もう。よかった、ホタルの心配はいらなそうだな。安心して開会式が始まるのを待とう。ご来場の皆さん、ファミリーの皆さん、紳士淑女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、今琥珀期におけるピノコニー最大の式典調和セレモニーを迎えられることをとても嬉しく思います。まずはじめにピノコニーのファミリー並びに五大クランを代表して、そして私個人としてもご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力によりかつてない規模となっており、銀河中の勢力が招待されています。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も、貴重席号、すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディ・アルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。今回のセレモニーはなぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。
ご存知の通り、貴重石号は美しい夢の異変により航行を中止せざるを得なくなり、一時は12の時で話題をさらいました。しかしピノコニー内外の人々が力を合わせたことにより、私たちはついに無境を正常な状態に戻すことができたのです。調和セレモニー開催が重なったのはまさに二重の喜び。貴重石号の再出航にも新たな意味が与えられました。そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、時計屋のことは覚えていますか？実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォークシャール・ミハイル。そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七種人の一人を。宴の星が混乱の最中にあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると、開拓を通じて私たちに自由の在りかを教えてくれました。また彼らは無境の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。もう請求列車は先輩後輩みんなが家族みたいなもんなの？そこを分ける必要なんてないじゃん。今回美しい夢が正常に戻ったのも、開拓の大いなる助けがあったからに他なりません。請求列車の皆さんがいなければ、この調和セレモニーも無事に開催できなかったことでしょう。そこで五大クランの全会一致を得て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して七種人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重石号の所有権を請求列車に譲渡いたします。ほんの気持ちにすぎませんが、どうぞお受け取りください。さあ皆さん、勇敢で恐れ知らずの七種人たちに盛大な拍手と喝采を。七種人、七種人、七種人。それでは一緒に乾杯しましょう。調和、開拓、ピノコニーと銀河の未来、そして快く協力してくださったルーサン家当主オーディ・アルファルファさんに乾杯。乾杯。ほう、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。ちょっと開けてごらん。いつの間にこんなものが、こんなたくさんの爆弾が、よりによってこんな時に伏線回収されるなんてな。俺一人じゃ絶対間に合わない。グループチャットでみんなに知らせないと。